森のヒーローインタビューです。兵藤慎吾選手、中町康介選手です。お疲れ様でした。久しぶりの一発ホームでの勝利、いかがでしたか。最高です。中町選手、お願いします。一つ言って断っておきますけど、僕この場に立つことをちょっと言いましたがね、僕じゃないんじゃないかと。いやいや、 2-0 でこれだけいい内容で、あのシュートミスしてブーイング、味方のサポーターが、こうなんかゴールに向かっていくその熱さっていうか、はい、泥臭さっていうのは本当に感じましたよね。絶対気づけようっていう、あの相手のところで許してください。そしてまた兵藤選手、僕が思うに、あのこうごちゃごちゃっとなったゴール前でも決定率かなり高いと思うんですよ。本当はもっと綺麗に決めてるんですけど、まあけどああいうゴールも1点は1点なんでね。おまだ暑い日が続きます。そしてしばらく大変な試合も続きますが、まあ、今後の戦い方、皆さんにどうぞお願いします。今日自分は途中から出て、まあ、みんなが90分頑張ってくれたんで、まあ、本当に勝てた視点も取れたと思います。まだまだマリノスは、中盤でくすぶってますけど、こんなチームじゃないと思ってます。おい、ぜひナビスコとリーグ、皆さんの力を貸してもらって僕らの背中を押してください。よろしくお願いします。玉井選手、お願いします。まあ、水曜日ああいう形で天皇杯負けて、まあ、僕も今日も上で見てたんですけど、なんかこうちょっとサポーターの皆さんの気持ちが分かったというか、こう見ててこうもどかしさというか、こうなんでもっとやれなんでっていう、まあ、チームメイトもちろん信頼してますけど、あのそういう気持ちにもあって、やっぱサポーターの皆さんの気持ちが痛いほど分かったんで、本当に、まあ、今日の試合もそうですけど、これから巻き返して、あの皆さんにいい思いさせれるように頑張りたいと思います。非常に今日平拓也選手の誕生日ですよ。全然知らないですね。キーボーにメッセージお願いします。俺？いや、そうですね、本当、キーちゃん、今、最近調子よくて、まあ、本当にチームの力になってくれてると思うんで、本当に、よく分かんないんですけど、おめでとう！おめでとう！というわけで、F1 のスヒーローインタビュー、兵藤慎吾選手、中町康介選手でした。お願いします。